こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、外注化の方法を知っていますか？外注化のノウハウを知らないと損しますよ。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。この動画ではですね、外注化の方法ですね。それをぜひ、ね、紹介させていただきます。はい。こういった感じですね。まずですね、何を外注するかっていうのを決めていただければ、ね、いいかと思います。で、これはですね、自分がね、例えばリス、商品リサーチでも、あとは、ね、何でもいいんですよね。自分ができないこと、ロゴを作ったりね、そういったのをね、何を外注するかっていうのを決めていただければ、ね、いいかと思います。はい。その次ですね、まあ、こういったのリサーチ、出品、梱包、発送、その他ですね、はい。こういったのを決めてね、外注を何にするかね、この色周囲ですね、決めていただければね、いいかと思います。はい。で、次なんですけどね、これ雇う金額ですね。で、まあ、雇う金額、高いの安いのいろいろあるんですけど、まあ、ぜひね、高いところは非常に高いです。で、安いところは安いですね。まあ、例えばですね、まあ、リサーチとかね、まあ、商品を頼みたいんでしたら、アートソフトはちょっと高いですよね。はい。あと、クラウドワークスとかも安いです。リサーチ系ですね。で、ロゴとかね、ブログの関係でしたら、ここなのですね、非常に安くてですね、有能な人材揃ってますよね。はい。まあ、そういったところで、ね、金額を決めていただければいいかと思います。で、外注募集サイトなんですけど、まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、アットソーフォーとかね、クラウドワークス、あと、ココナラとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、こういったのをね、使っていただければいいんですよね。で、私はよくですね、まあ、ロゴとかね、まあ、ちょっとブログを作ったりとかしたときに、まあ、手直しとかね、頼むとき、よくココナラを使うんですよね。はい。で、なぜココナラがいいかというと、非常に安いです。で、例えばですね、アットソーホーで以前ロゴを作ったときにですね、1万5千円かかったんですよね。で、ココナラでしたらですね、なんとですね、4000円くらいかな。4000円くらいですね。で、作ってくれました、一つ。で、まあ、どちらを比べてみてもですね、あまり遜色はないですよね。はい。で、ココナラでしたら、ポイントが溜まっていきまして、安くなる、さらに安くなるんですよね。で、うまくいけばですね、タダでお願いすることもできます。で、先日もちょっとブログを作ったんですけど、ちょっといろいろ手直ししたときに、お願いしたときに、これあれ1万円かかったんですけど、すぐですね、頼んでですね、即日の朝にはやってくれました。非常に早かったです。なので、3時間後ですね、でやってくれたので、まあ、値段の割に良かったかなと思うんですよね。はい。なので、ぜひね、まあ、こういったのをね、まあ、例にやっていただければ、いい外注さんですね、を雇って安く行うことができますので、ぜひね、試していただければね、いいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube か質問一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。